Yazawa Station。 本日のニュースは、フジテレビ系音楽番組塩野義ミュージックフェア土曜あと6時が今年放送60周年&3000回を迎える矢沢永吉16日登場でネットニュースがありましたので、そちらをお届けいたします。仲間由紀恵ミュージックフェア今年60周年&3000回矢沢永吉16日登場。オーラがすごくて近づけない。2024年3月16日5時0分スポーツ報知。フジテレビ系音楽番組塩野義ミュージックフェア土曜あと6時が今年放送60周年&3000回を迎える。このほど司会を務める仲間由紀恵44と軽部真一アナウンサー61がスポーツ報知などの取材に応じた。今月2日の放送をもって世界最長の週刊音楽テレビ番組としてギネス世界記録にも認定された長寿番組。仲間、番組が始まった頃、私は生まれていないですし、節目に立ち会えて光栄。軽部アナ仲間さんは生まれていないとおっしゃいましたが、私は生まれていました、笑い。二人は16年4月から8代目司会として約8年間タッグを組む。悪天候により出演者が間に合わないなど、様々な思い出がある。仲間、最初の収録は思い出深いですね。円谷さんと加山雄三さん、なおとインティライミさんが通訳なしでトークを展開して、節目のスペシャル放送として16日には矢沢永吉74が登場する。仲間、オーラがすごくて近づけない。一曲一曲にかける情熱がすごくて。軽部アナ、格好良いの一言につきます。ついよろしくと言いたくなる。仲間、いや、やめた方が良いですよ。二人の軽妙なやりとりも長寿番組のアクセントになっている。田中裕樹。Yazawa Station。 矢沢永吉、みんな頼むよ、力貸してロックを日本に定着させるためにファンに投げかけたこと。スポニチ、スポニキアネックス芸能。16日放送のフジテレビ系ミュージックフェア土曜後6時にゲスト出演し、ロック人生について語った。この日は1964年にスタートした同番組の放送60周年、3000回を記念した特別企画の第3弾。パワフルな歌声で、ラスト、シーン、デーデーなど5曲を披露した。いや、まあ、あっという間でしたね。まあ、若い時は、矢沢永吉には貸したくないっていうような会場がいっぱい出てきましたね。こっちはイケイケで、ファンはもう、ちゃんと応援しまくりで、そしたら椅子は壊れる、喧嘩は起きる、何を起きる。その頃から僕は、おい、乗るっていうこととぐじゃぐじゃにするってことは別だから、これじゃ多分日本のロックってのは定着しないぞ、みんな頼むよ、力貸してってステージ上から言うようになりました。本当の意味でロックで飯を食うようになるんだっていうのは、そういうところも全部通過していくわけですよ。今考えたら面白かったですね。Yazawa Station。 ギリギリです。あと何年って真面目に最近は考えます。 SNS ではまだまだ歌い続けての声。スポニチ、スポニキアネックス芸能。歌い続ける理由について語った。もうだって去年74で18回のステージですね。もうギリギリです。もう体と根性と町から町ギリギリですね。でなんかそのギリギリが妙に大事で愛おしくて、俺やれるのかなみたいな。あと何年、あと何年って真面目に最近は考えます。あと1年かな、あと1回ツアー、いやいやいや、あと2回はしたいな。このギリギリ感ですかね。
Now!